はい、いよいよ今日は目の部分を彫っていきますね。やっぱり人形っていうのは顔が命って言いますけども、やっぱり表情でかなり、その作品の雰囲気変わってしまいますので、目はとても大切です。まあ、ちょっと今反対側2本っぽく彫ってあるんですけども、まあ、これに合わせて、鉛筆で描いた瞳の部分を彫ってきます。やっぱりこれも同じように、毛が描いた鉛筆の上に合いそうなこういう道具で、これは裏丸っていう道具ですが、こう輪郭の部分を軽くついちゃいます。この鉛筆の線に合うように道具を合わせていきますね。まあではつながらないので、2本2種類使ってついていきます。そしたらこのついた部分の際に向かって平刀でさらっていきます。わかりますかね。際を起こして中にこう球体、目の玉を作るようなイメージなので、これだとちょっと浅いので、もう一回同じように同じ道具でついてあげて、この両サイドの道具持ち替えてついてあげて、で平胴でまた際を起こしてって感じで、際を攻めていくことによって、こういう何て言うんですかね、ドーム型の目の玉をこの中に作っていくようなイメージです。よいしょ。で、この平らな部分を少しこの鉛筆の残ってた部分も消していってあげると、お分かりですかね。中にこうちょっとこうできてきてるのが。で、周り、今彫った周りのこの角が立っているところちょっと不自然なので、平胴でさらって周りのこう肌になじませてあげるというか、違和感なくしてあげて、こうやって徐々に角を取ってあげて、きれいにしていきます。で、この時点でもしちょっと分かりづらい場合でしたら、結構この彫ったとこを瞳をちょっとこう書き入れて入れあげると分かりやすいですね。こんな感じかなと。どうですかね。ちょっと今の時点だとこう左右が微妙に位置が違うのかなっていうのがちょっと分かりやすくなので、まあ、これを手直しつつ、まあ、自分の気に入った表情になるようにちょっと修正していきます。まあ、こんな感じですかね、今日は。で、今ちょっとこのめいちゃんを彫る制作キットっていうのをちょっと考え中で、もしなんかこの動画を見て興味持っていただいた方には、なんか彫ってみたいっていう方にこうすぐ手早くこう掘り進められるような、キットを今考え中です。もし興味あったら、ご連絡ください。今日は以上です。よろしくお願いします。